はい、佐藤あやみです。こんにちは、泉ひなです。イエーイ、今日は、こちら日産フェアレディ Z の赤で、赤見えんけどね、かっこいい、はい、赤で、スポーツカーで女子2人でちょっといろいろ雑談しながら、ドライブしようかなと思います。イエーイ。どうですか、車の印象は。え、めっちゃかっこいいね。本当？2人乗りなんやね。そう、2人乗り。後ろすごいね。でも後ろ広くない？結構めっちゃかっこいい、なんか後ろもね、荷物がこう置けるし、すごいね。トランクも結構広い。これトランクなんや。トランク、かっこいい、かっこいい。そうね、いいよ。うん、いや、マジ見た目はどう？見た目もかっこいいですね。なんか、かっこいい、うん、スポーツカーって感じやろ。赤やし、赤やしね。赤かっこいい。そう、赤かっこいいやんってさっき言ってからね、うん、そうそうそう、そう、赤ってね、なかなか見んからね。でもスポーツカーって言ったら赤って感じせん、結構。うん、わかる、うん、めっちゃする、うん、ね。いいね、かっこいい、かっこいい。内装もかっこよくない？かっこいい、ここ、うん、あー、いいね、いいやろ。なんかいちいちこの細かいところがかっこいいね、ここら辺とかやろ。え、じゃあやっぱ車に興味ない女性もそう思う。うん、かっこいい、かっこいい。じゃあこれは男性の皆さん、 Z は結構評価が高いかもしれないですね。いいですね、かっこいい。で、今日は高速乗ってお台場の方に行こうかなって思います。せっかく天気もいいし、まあちょっともう ね、夕方なんですけどちょっと遅くなったね。ね、誰が午前中集合、本当にね、誰がやね。音がいいわ、マジで。ほんと気持ちいいお走りよって。もうこれ運転してみてほしいもん、もはや。うん、ですわ。めっちゃ楽しい、うん、やばいよね。わーっ、もう多分音なんか楽しめ。ハラハラドキドキ。確かにいいね、でも音。うん、音がいいぞって。眠いね。最近ダイエット頑張ってます、二人とも。そう、二人とも。ひなチャンネル見ようやろ。ひなチャンネル。いずみひなやけ？うん、違う。ひなもひなチャンネルでしょ。あ、いいんじゃない。ひなチャンネルダイエット、過去ダイエット、ダイエット、一緒やん。痩せない方、いつまで経っても痩せない方。リバウンド版、だらしない方、うん、だらしない方。痩せたい、痩せたい、やっぱり痩せたわ、ね、もう夏までね、うん、そう、ね、水着着たい、着たい。いや、今年はプリプリお尻になりたい。わかる、プリンっていうね、ペラペラの水着着てプリプリのお尻になりたい。で、ボヤンボヤンのおっぱい、うん、いや、それ無理やろ、ダイエットしたら。減るもんね、うん、おっぱいから。困るね。うん、てか、水着着れるかでもわからんくない？だって、今こういうご時世やしさ。確かに。またそういうとこ行けんかもしれんよ、夏も。そうね。夏には落ち着いてほしいけどね、もうちょっと。でもまあ、ワクチンとか。まあね、結構みんな打ち寄るもんね。おばあちゃんも打った。あ、ほんと？あ、うちのママも打った。何も副作用なかったです。うん、うちのママも。でもね、なんか視聴者さんとかでは、打って、打ったおかげで39度4分出てるみたいな。マジ？そう。で、2、3日休んどった。多分あれも多分ちょっとだけ多分あの入れるんじゃない？ウイルスとか、ウイルスとか、インフルもそうよ。でもそうよ、ウイルスを体に抗体つける、そうそう、入れて抗体つけてって感じやもんね。ね、もう早く収まってほしい。本当よ、大事な、大事なのに、大事なこの25歳、25歳、ね、24歳、25歳よね、ね、の年がね、無駄に。本当に高速乗ります、イエーイ。なんとなくは決めとうけど、迷うね。車っていくらくらいで買える？
中古とかですっごい安ければ100万ぐらいで買えるけど、マジで大体やっぱ150とか出せば中古でそこそこ乗れる車買えるんやない？へえ、買えると思うけどね。最近の原付欲しいんやけど。わかるね、わかる、原付乗りたい、めっちゃわかる。最近、ね、買おうかな。いいんじゃない？あれいくらやっけ原付10、いや中古ってか安いもので20万、30万ぐらいで買えると思うよ。買おうか。なんかさ、いや電動自転車買うか迷っとったんやけど、それやったら原付でよくない？危ない、ヒナ。マジ？ヒナ危ないわ。なぜ？怖い。渋滞です。渋滞開始します。ハザード炊きます。はい。何ハザード炊くって、うん、止まりますよって。あ、そういうこと。そう、後ろに教えなさ、ね、高速って結構スピード、そう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 、後ろに教えてあげないかもね。いきなりね、止まっとったらさ、感覚わからんけんさ、どこからブレーキ踏んだらかもわからんやん、はいはいはい、そういうことね。そうそうそう、怖いよね。止まってる止まってる。だろ、みんな止まっとやろ。そう、でも最近さ、あれループってあるやん、なんかあのアプリ。何？知らん？知らん。なんか自転車、あのチャージスポットの自転車バージョン。へぇー。で、それが自転車と電動キックボードがあるやん。キックボード？そう。最近はめっちゃ電動キックボード乗るよ。あれは家の近くのループスポットで借りて、うんうん、で目的地のループスポット返せばいい、近くのね、うん、そんなんあるん？ある。電動これ？これよ。こういうこういうのやろ。そう。でもまあ時速15キロくらいやねんけど、でも自転車より速い。すげえ。しかも小回り効くやろ？そうよ。ね、ちっちゃいもんね自転車より。そう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 。だからね、便利やなって思って。それ乗った人見たことない正直。嘘。ないかも。昨日も乗った。あんまり、マジ、うん、想像するだけでなんか自慢るんやけど。めっちゃ楽しいよ。マジ風感じとる。だからでも、それなら原付買ってもいいかなって。確かに、でも原付マジ危ないよ。ない乗っとるだけわかるけど。じゃあ電動キックボード買おうかな。その電動自転車高いやん。キックボードでもちょっとさ、それでさ、3万くらいで買える。でもさ、それでさ、何待ち合わせとかに、おーとか言ってひな来たら笑っちゃうやん。いや、行かんよ。絶対。いや、でも行くかな。行くやろ、絶対。うちんちとか来るやろそれで、うん、それ。いや、遠いやろ。でも行けるんじゃない？行けるかな。全然、まあ、自転車より早いから。いや、でも自転車でも何分よ。20分くらい、多分20分くらい着くんじゃない。まあ車で20分くらいもね。そうか、よし、調べてみよう。考えたら、どんぐらいなんやろね。30分以内で楽しそう。そう、楽しいよ。30分弱とかや。あ、ほんと。全然来れるやん。あ、やばい、サラダボール食べたのにお腹すくわ。そうやね、サラダボール食べとった。サラダチキン食べたい。あ、いいね。サラダチキン最近ハマっとる。いや、そうやね。でも一時期なんかそれ食べ過ぎてちょっと嫌いになった。マジ？うちのサラダチキン。なんかこう、俺好き。サラダチキン高いよね。そう、思う。高い。だけどサラダささみ買って、自分でやった方がいいよね。でも味が美味しいよね、味付いておけば。ゲームスーパーでもも肉いっぱい買いたよ。あ、いいね。胸肉よりもも肉の方が美味しいからさ、うんうんうん、ちょっと何？カロリー高いけどいいよ。確かに。そんな変わらん。あれかな？コストコ。コストコ行きたい。コストコ、業務スーパーで行って、業務スーパー。確かに、業務スーパーも全然行ってないわ。2キロ800円とかよ。安っ。ももマジ？2キロ。コストコより安い、500円くらい。確かに、コストコってなんだかんだ高くない？そう。あれさ、マジックよね。あれマジック。コストコマジックかかるよね。うわ、安いとか言って、よう考えたら全然安くないよね。そう。スーパーで多分こんぐらい買った方が。業務スーパーガチで安いから。うん。業務スーパーは安い。5000円分買って、もう、こんなん。しかもなんか、見たことない調味料とかあるあるある。面白くない？面白い。時々失敗するけど。業務スーパーはマジで遊園地みたいやと思った。遊園地ではない。楽しい。博物館。博物館やね。楽しい。エンターテイメント。確かに。家の近くに業務スーパー欲しい。家の近く？でもさ、都内もちょこちょこあるけど、でもちょっと行きづらいよね。そう。車でも行けんし、結局車で行かなまとめ買いできんやん。そうなん。あれ持って帰るの大変よ。だからなかなか行けん。そうそうそう。だけどちょっと離れたところの駐車場付きとかに行かないと。そうね。何の話？間違いない。いや、ダイエット関連や。ああ、そう。いいよ、こういうの。ダイエットにはね、いいよね。だってさ、結局さ、うちらさ、ドライブしようときってこういう話ばっかなわけやん。だけど、結局視聴者さんも今はもう見ながら一緒にドライブしよう。そういうこと。そういうこと。最近はあれは何？業務スーパー話すな、もう。禁止ね、業務スーパー。最近どう？どう？どう？とは。最近のなんか、あ、でもキックボードよ。キックボード、最近はキックボード。キックボードさ、ね。最近は、あれは、あの、彼氏おらんこ。おらんわ。おらんよ。欲しい。そう、あやみちゃんに一番に裏切られたから。二人は。本当にね。でもさ、毎回動画でさ、二人でおるとき言ってない？恋愛したい。人恋愛したいって言う、うん。いい出会いがない。なかなかね、やっぱこのご時世やさ。そうそう、そもそもね。なかなかないよね。確かに。友達の紹介とか。
あでもさ、なかなかなくない？だってさ、こういうご時世やけど友達の知り合いとさ、こう会ってみんなでワイワイすることも少ないやん、うん、そうね、やっぱ、ね、そうね、全然そうなるとなかなかね、うん、結構きついよね、ほんと大事な、最近マジで気づいたことが、自分のこと好きな人好きじゃないし、あでもさ、もうダメやそれさ、幸せになれん、それさ、ほんとそうよね、うん、みんなそうじゃない？ここの周り、うん、友達ここ周りみんなそう、うん、なんか興味あるみたいな感じで、うん、来るとダメだ、わかる、なんかね、なんちゃろうね、あれ拒否反応出るのかな、蛙化現象的なのね、なんちゃろうね、ね、嬉しいけどさ、あんまりさ、やっぱさ、それがさ、ありすぎるっていうか、こうなるとさ、引いちゃうんよね、多分、そうそうそう、なんちゃろうね、その現象ね、なんやろうね、素直に、だけど多分単純にあれやろ、何素直じゃない、素直じゃない、何なんていうの、なんなんやろうね、なんちゃろうねダメない、ダメ、天の弱、天の弱、それ、ね、天の弱なの、多分なんかな、ね、あんまり恋愛したい、あとこだわりが強いんじゃない、自分の中でのさ、こうであってほしいとかさ、まあでもね、分からんけど、それはでもそうよね、みんな、うん、みんなそうやけど、ね、そこでなんか別に好きじゃないからとかって付き合えんし、うん、まあ多少の妥協は必要やけど、妥協できる相手って本当大事やもんね、おらんよね、そんなこだわりしてないのに、いやそうそうそう、そんななんか条件とかもないけど、そうそうそう、ただ好きになるかならんかでならんだけよね、ね、なかなかね、いやそんなやっとったらマジどうするよ、何歳になるよ、いやそうよ、なんかでも別に焦りはないけど、まあね、ただ恋愛したいだけど、確かに結婚別にそんな早くしたいとかもないし、願望がそこまである、そう、最終戦なら戦で、そう、それならもう人生楽しむかレベル、まあね、いやそうよ、本当に全然一人でも楽しいしね、そう、まあでもそれがさ、二人に増えるともっと楽しいから、うん、ね、一緒に楽しいと思える人がおったら倍や、そうね、そうそう、だけどそれで出会えるといい、そう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 、出会えたらいいよね、いいな、一緒にいて楽しくて楽な人、誰か募集してます、あ、嬉しいね、はい、募集してます、ここに募集してます、こちらお願いします、ひなどっとこむです、ひなどっとこむお願いします、はい、お台場で出てます、はい、衣替えせな、そうやね、どこか、そこまでめんどくさ、夏服出さな、そうや、今忘れとったわ、完全に困っとるもん、今服なくて、わかる、ニットなんかもいいし、わかる、ニットはしかもかさばるし、そう、マジで、しかもなんかね、衣替えのたびに服をめちゃくちゃ断捨離するのがなんかやみそうになる、わかる、めっちゃわかる、もったいないっていうか、そう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 、ほんとそう、でも気に入しみたいな、そう、結局捨てな、いかんしみたいな、そう、まあ誰かにあげるけどね、そうそう、もちろんあげるけど、でもそれでもやっぱ捨てる服って出てくるやんけ、だって自分の財布から出したお金で買った服で、マジで捨てるのつらい、めちゃくちゃ寝るやん、いや本当に眠いんよそれ、いや眠くないし、眠くないめっちゃ寝たし、ポカポカしとけんじゃない、ポカポカして、乗客員をお取りください、乗客員をお取りください、転落者の方、よいしょ、いいですね、いいですね、やっぱセットは結構見えて横幅が狭いの、狭いっていうか意外と大きくないので止めやすいですね、止めやすそう、いいねいいね、到着、船の到着場所やってないよね、やってないね、すごい、あ、気晴らしできる、綺麗、よいよいよい、いいね、気持ちいい、はい、というわけで今日はドライブでお台場まで2人で女子トークしながら来ました、来ました、ドライブしてみました、いかがだったでしょうか、よかったらひなちゃんのチャンネル登録よろしくお願いします、概要欄に貼ってます、はい、はい、楽しかった、楽しかった、なんか息抜き、息抜き、今癒されとるね、うん、わかる、まあそんな感じで皆さんよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、バイバイ、うん、風気持ちいい、ね、風気持ちいい。